はい、皆さんこんにちは、クーガンです。視聴していただきありがとうございます。今回なんですけれども、10分レタッチをやっていこうと思います。でやる内容としては、かなり木漏れ日出てますし、明暗の差が激しい、写真激しいというか、まあ、いい感じで出てる写真になってるので、自分が好きな感じに、少し暗めな雰囲気にして、あとは粒子とか少し、足しながら質感を意識して明暗差のある写真にしていこうかなと思います。で少しそのやっぱ10分レタッチなんで解説はあまりないかもしれないんですけど、そこを了承していただけたらいいなと思います。はい、では早速やっていこうかなと思います。用意ドン。コントラストを今回は、マイナス100から始めようかなと思います。かなりカーブを深く取るっていうイメージで、いいかなと思います。そうですね、深く取る。でいいかなとは思うんですけど、なるべくムラが出ないようにしていきたいですね。グリーンが強くなりがちなんで、そこをちょっとうまく調整しながらやれたらいいかなと。レッドじゃなくてグリーンとブルーのハイライトを持ち上げて、レッドを潰していこうかなと。まあレッドは少し抑え気味の方がいいかもしれない。好むかなと思います。で今多分若干レッドが強いのかな。グリーンも少し強いと思うので、まあ暖色、いい感じにコントラスト作って、ブルーを抑えた、いい感じになってるかなと、まあ、かなり上出来かなと思います。この辺が少し黒つぶれになってるんですけど、これは明暗差、字幕にしないのでいいかなと思います。でそのままハイライトをマイナスにして、全体のトーンを落としていく。この形から、シャドウをほんと少し上げて、少し全体を持ち上げる、このハイライトとシャドウの面をなくすって感じですね。でそこで、下側でコントラストを取りたいんですけど、ハイライトはしっかり落としたまま、はい、こんな感じかな。少しもうちょっと、これでいいかな。で今かなり暗い状態なんで分かりづらいんですけど、コントラストはしっかりできているのかなと思います。で、これだとコントラストまあ強すぎるので、こちらのダークを上げて、柔らかくしていきたいと思います。で、おまけに、ハイライトを落としたいんですよね。暗さとの、差をなくす。ただ、これだとまた白い部分が潰れちゃってるので、暗くなっちゃってるので、ライトでまた持ち上げてあげると。で、これだともちろん違和感あるので、今から、基本性で。適当に調整して後からまた打っていく感じですね。で今かなりシャドウと、黒レベル上がってる状態なんで、髪の毛とかパキッてなってると思うんですよ。こんな感じで、まあ、いい感じだと思います。ここから、基本補正は後でゆっくりやっていくので、適当に調整したら、他の補正に入っていこうかなと思います。サイド少し高いので、全体的に、マイナス30、結構引いていく感じでいきたいかな。で、あとあと、この明瞭度とかテクスチャーは少し下げていくと思うんですけど、そこも頭に入れながら見てもらえると嬉しいかなと思います。はい、じゃあ、早速色相に入ります。解説動画みたいな喋り方になってるんで、ちょっと、間に合うかわかんないんですけど、今からちょっとスピードアップしていきたいなと思います。まあ、大体他の動画でやり方は解説してると思うんですけど、分からなければ、まあ、質問等で見ていただければいいかなと。
レッドのサイドはマイナス、オレンジはさらにマイナスですね。イエローもマイナス、グリーンはもっとマイナス40、アクアとブルー、こちらもマイナス、全体的にマイナスになるように、キャリブレーションで後でサイド出してあげるので、この辺はそんなに意識しなくてもいいのかなと思います。ヒードですね、鼻周りを明るくしてあげたいので少し足すと、散らます、しっかり20もっと取ってもいいと思うんですけど、こちらのイエローのサイド、輝度も上げたいので、まあ、うまくバランスを取る位置で25、グリーン、これはどうしようかな、もう少し上げようかな、まあ、全体的に上がってるんでこちらも上げていいかなと、はい、で今だいたい HSL の分がだいたいチェックしてみると、こんな感じサイドを抜く作業ですね。自分はで明るくするとサイド抜けるんで、それも頭に入れながらっていう形で、どうしようかな、これどっちでもいいんだけど、グリーン乗ってるんで、若干肌の部分マゼッタに近いのでシャドウ側に6ぐらい寄せようかなと思います。でブルーの方、これをしっかり今回引っ張りたい左で、グリーン、これを本当は100しっかり振りたいとこなんですけど、振れるかどうかっていうところですね。65ぐらいで、ブルーこちらが20でかな、25、60、いいと思います。少し、オレンジがマゼンタ側に寄ってるかなぐらいなんで、まあいいかなと思います。で、サイドは、ブルー側を上げて、逆にレッド側をマイナスしてあげようかなと。でこれだとサイド足りないので、少しグリーンを足してあげる、グリーン側の座標のサイドを、足してあげるって感じですね。で今から基本性やるんですけど、まあ、これは別に明瞭度下げてからでもいいんですけど、ディテールはっきりさせたいので、ハイライトはかなり落として、で、まあ黒レベル、上げてシャドウ下げてもいいんですけど、パキッとさせたいので、パキッとふんわりみたいな感じにさせたいので、基本性のシャドウは、上げる形で、で少しだけ、黒レベルを下げる、7分ですね。で落ち着いた感じにさせたいので、なるべく白レベル上げたくないですね。こんなもんかな、でこれだとコントラスト足りないので、さっきやったトーンカーブじゃない、ポイントカーブの方のダークをほんの少し下げてあげようかなと思います。でまあ大体いいかなとは思うんですけど、ハイライトはまあ多少上げてもいい、シャドウ上げすぎ、マジか。であと2分か、遠景フィルターで、楽していこうかなと思います。反転しないで、なんだっけ、レベルをこちら側なるべくかかるようにお菓子をつけて、少し、これ暖色なイメージにしたいんですけど、まあとりあえず、明暗別色補正残してるんで、まあ忘れてたんですけどね、バランスは90、自分がよく取る90でやって、ハイライトは暖色で、シャドウに、ブルー側、今回がっつり色をのせるんですけど210ぐらい、こちらは53ぐらいでいいかな、55ぐらいでいいかなと思います。30ぐらいにしておきます。
はい、であとは明瞭度とテクスチャを、適度に落として、でこれだと、顔の部分ボケちゃうので、ブラシでしてチュアしていく。でこれ子だけじゃなくて他の葉っぱとかこの影の部分とかにも手上げるって感じですね。ピントが合ってる場所とか、ここが少しマゼンタ、で、あとはコントラストが足りないかな。今10分40秒。だいたい10分ぐらいかな。よいしょ。どうだろう。明暗があって、結構はっきりとしたような写真にできたかなと思います。明瞭度もうちょっと上げていいかな。であとは粒子。ちょっと時間をしてますけど、申し訳ないですけど、やっていきたいので、もうちょっと。少々お待ちください。よし、いいかなと思います。どうでしょうか。グリーンは割と落ち着いた色味にして、イエローをオレンジ側に寄せて、緑との差を出したって感じですね。あとはこの髪の毛の色が、綺麗に見えるように、色を調整して、少し自分マゼンタに寄せてるんですけど、人によってはこれをもっと、イエロー側に寄せてもいいのかなって思います。はい、今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタンしていただけると非常に嬉しいです。オンラインでのレタッチ講座に興味がある方は、概要欄のリンクにある、ところから、紹介動画に飛びますので、ぜひチェックしてみてください。次回の動画は明日になります。ありがとうございました。